こんばんばは、えー、こここカデリでのの2度目のティーチンになりますこういうティーチンを、えー、時々上映会の後にしていますという話をしたらですね、えー、ぜひ参加してみたいというふうに言っていただいた、えー、スペシャルサプライズゲストを今日1人お呼びしておりまして。えー 今日はなので、えー、二人でティーチをしたいと思います、えー、お呼びします、えー、福山雅治さんです福山ですよろしくお願いします こういうなんかあれですよね国内では初めてですかねこういう形で見た方とお話をするみたいなのはいあのー、初めてですねこう演,じ演じながら何か変わっていったことがありましたかやっぱりいやでもあれですねその演じるまあもともとそんななんかいろんなことができるような人でもないので、あのー、すごく演じようというふうに思ってなかったんですがでもまあいろんな ところででインタビューでも答えてますけどやはりその子どもたちにこう導かれていったあの作品だったのであの自分で意図してこうしようと思ったというよりはむしろうん子どもたちからどんどん引き出されたんじゃないかなとそれと監督からどんどん引き出されたなという。最後の「追いかけて」って川沿いのこう2つの道のところで。 あのー、ちょっと僕もそうでしたけどもこう,こういうお芝居をしようと思ってたこと以上の何かがあの啓太の後ろ姿を見てる時に出ましたよね。そうなんです、あのー、エ,ンディングエンディングにほぼ近い啓太を追いかけていくシーンがあって3テ,テイク撮ったんですよね,すよね、はい、撮ったんでそれがまあ編集でミックスされてるっていうふうにまあ伺ったんですけど最初のテイクワンい の時にテイクオーバー1回目の時に計らずともう号泣してしまってそんなつもり全くなかったんですけれどもむしろ早く監督取らないのかなと思ってたんですけどずっと監督も一人で川を眺めていてあれ光を待ってたあれはですね撮影の滝本さんがあそこは日差しが欲しいということで絶対回さなかったんですね朝だって日の出とともにみたいな感じでセッティングし始めたじゃないですか。撮り始めたのはもう 三時間以上経ってましたよね。三時間待ちました、ね。<laughs> でもあれはやっぱ日があって良かったんですね。きっとね。ね僕もだから、あのスタッフにもうそろそろワンテイク目回した方がって言われて。竹本さんに、あのそろそろ竹本さん回しましょうかって言ったら、家待ちますって言われて。<laughs> <laughs> 断りましたねそこはね,ねカメラマンの本能本能なんですかねあれ頑固に拒否されたので二 <laughs> 度言ったんですけど二度とも拒否されたんで <laughs> これ以上言うとかっこ悪いなと思ったんで <laughs> もうあの任せようと思ってだちょうどいい形で日が出てね、うん、でなんか啓太の背中がすごくなんかねなんかあれは本当にコントロールできないというかここで ななんかそういうふうい芝居しよっって本当にずと思,思ってないんですよくんかなっちゃってむしろ自分でもびっくりなシーンでしたね。えー、台本を読む時にあの自分がこの役を演じるからといって、えー、自分のとこばっかり読むというよりはむしろ全体のお話として読むようにいつもしていましてで全体のストーリーとしてあ こういううういい話なんだ、こういうものを描きたいんだなで、この中で僕が与えられた役柄はさてどうやって機能すればいいんだろうというふうにまあ考えて台本、えー、読むんですね。なので今回自分が最終的にど,どう映るかいつもそうなんですけれども最終的にスクリーンなりドラマの完成形なりで自分の役柄がどういうふうに映るのかっていうのをイメージして撮影に入ることはない ですよ。どんな作品でも。うん、だから最終的につながって最初に堀田さんで見せていただいたときにあのー、監督に言った僕のあの両体の両体の感想両体に対する感想は本当にいいとこ行こうもなかったですねっていうようなことを言ったのを覚えています。でもそれは別に嫌だとかあのー、そういうことではなくてあのー、あこういう役だったんだな僕がやった役はっていう。さっきも言いましたけど。 すごく能動的にこの映画に参加,し参加というかまあこの現場でのお芝居が能動的だったかというよりはどっちかというとやっぱ子どもたちに導かれた自動的な感じだったので意識してない部分がたくさん図らずともあったのかなという感想です結構どの役もあのキャスティングをしてからその人にお会いしてその人の声を聞いて。 どどんんんしていくんですよね撮影の現場に入ってからも。でそれは今回もずっと続いたのですごく役者の方たちは大変だったんじゃないかなと思うんですけどもあの撮影が始まってすぐ感じたのは「イ、え、太、ー、合格おめでとう」って言ってろうそく吹き消した後にテーブルを囲んで家族3人が楽しげにエビフライを食べたり写真を撮ったりしてるシーンを撮っていて。 比較的あの全体の中では軽いシーンのつもりであそこはさらっと流して、えー、DNA 鑑定みたいなつもりだったんですが撮っていたらその撮った写真をケータと、えー、小野さんがブリが見ているのを向かい側で見ていった福山さんの亮太の目線が非常に何か含みがあって、えー、何も語ってないのに。 すごく多くの感情はそこに出してるなっていうのが現場で見ていて感じたんですね。わすごく強いなこの目と思って。それはどこかしら冷たさもあって、そのこの子供をどうと自分はどういうつながりがあるんだろうかってことを感じているようにも見えたんですね。そこがすごく面白くて、ああの子供を何か言葉を足していくのではなくて、こういうふうに子供を見るっていうシーンを印象的に撮ろうかなというふうに。 考えたたののはそのシーンを撮ってからでしたなので最初にショッピングモールで、えー、もう一方の子供に会った時にも見,見つめるというシーンを作りましたし他にもあのポイントポイントでそういうふうに見るっていうことをちょっと強調して、えー、脚本を書き直しましまたキャスティングリリーさんはね逆に言うとあのお友達だというのを知っていたので最初ちょっとどうしようかなって躊躇したんですけど。 まあ、あんまり考えなくてもいいかなっていうことであの一番自分の中でイメージに近いというか、えー、方にお願いしようと思ってそうしましたで小野さんと真紀さんはねあのこれ実は最高の離婚を取る前なのであまり僕直接2人が仲良しだというのは知らなかったんですよね。なのであのでお願いしてみたら実はこの間も 映画を撮っったたたんですよみたいな話があったりしてそこは偶然ですね基本どの現場でもそうしようとはいつも思ってるんですけれどもあの僕はどっちかというとこうその時の現場で、えー、起こったものに反応したいなと思うタイプでなのであれはもうあの,あの時あの日あの時あの場所ででしかないんですよね。でじゃあ じゃあもう一回リテイクしようって仮になってもう一回取り直そうみたいになって次の日とか一週間後に取ったらまたなんか違うものになってしまうと思うので覚えてるかっていうとだからあんまり覚えてはいないんですけれどもあれはあれは1テイク目ですよねですかね、うん、多分一つ目ああそれは,あ,それはねちょっとあんま覚えてないんですよ何個取りましたっけ二つっつったんでしたっけいやえー、とね ツーテイク撮ってると思うんですけど、はいえー、ワンテイク目を使ってると思いますフレッシュですね <laughs> ワンテイク目使える時が一番いいですやっぱり、うん、だまあいろんな事情でワンテイク目使えないくてもう一回すいませんっていう時はあるんですけどワンテイク目に何かが出てきたものをカメラが発見して捉えてるっていうのが一番いいかなと思いますねあの,あのシーンはそういう形でできたかなと思ってますけど えー、本当にたくさんのお客さんに見ていただけてるあの幸せな映画だと思っております。本当に二度三度とあの見ていただくといろんな発見があると思いますので、ぜひ、えー、繰り返し劇場に足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。あの本当に子どもたちとそして共演、えー、者たちと過ごしたあお芝居お芝居なんですけれども限りなく何かこう生活に近いようなそういったものが フィルムのの中に収められていると思いますので僕自身が見ても何度見ても、まあ、自分のシーンはまあさておきまして、えー、映画そのものがその日の自分の感情や体調によって受け止め方が変わるようなあの非常に生き物のようなそういう作品に仕上がってると思いますので、えー、僕自身も今後きっと 10年、20年と何度も見ていく映画、作品になっていると思いますし、えー、皆様にもそういった作品として、長く、えー、生活の中にですね、えー、寄り添えるような一本として、えー、置いていただけると幸いだと思っております。本当に今日は短いい時間ででしししたたたがが楽しかったですありがとうございました